英国王室の御用達の称号までいただいてるブランドね。お部屋の中をホテルライクに、これは気持ちいいな。究極だな。こんにちは。こんにちは、インテリアの話の時間です。今日はですね、私上野と福島で、はい、じゃあ2人でですね、はい、お送りさせていただくんですが、今日は有明ショールームですよね。そうです、はい、とにかく広いね、このショールームは ね、 ね、まあ、たくさんありますよ ね、 ですね、はい、でその中でもですね、私のこ の、 あの後ろにありますこのスランバーランド、このベッドメーカーなんですけど、はい、このブランドを今日はご紹介していただくんだけど、はい、こういう風にさ、ブースかっこいいね、出来上がったのね。かっこいいですね、まとまってると ね、なおさら。あのブース展開もそうなんだけど、はい、ここの商品っていうのは有明しか見られないでしょ。そうです、スランバーランドシリーズはもう有明しかあの体験することができない。 なるほどね、はい、ということで、はい、あの大阪とか福岡とか名古屋にもお店がありますけど、はい、そこでご注文はしていただけるんだけど、はい、体感は申し訳ないけど有明だけっていうことですよね。はい、スランバーランドなんですけど、はい、ここあれでしょ、イギリスのブランドだよね。はい、ね、もうだから1919年創業だから、もう100年以上のブランドでしょ。はい、そうですね、もう長年の歴史ありますから、ね、そうだよね、はい、であれだよね、英国王室の御用達の称号までいただいてるブランド。そうでございます、ね、はい、で1970年代からかな、日本の、まあ、有名なフランスベッド、そうです、ね、はい、これが製造を委託されて、はい、もう自社一貫生産で、はい、ということだよね。はい、今並んでるのはこのフランスベッド製ということ、まあ、日本で作ってるって、はい、日本国産のものになります。なるほどね、ただ昔からのその伝統が息づいてちゃんと作ってますよっていうことなんでしょ。はい、なるほどね、はい、ちょっと見るとね、すごいかっこいいね、フレームがね。かっこいいです、フレームがまずもう世界観がすごいね。ありますよね、ホテルライクっていうの、はい、ね、そういう感じだよね。はい、ということで、まあちょっとこうクラシックな王道のスタイルとか、まあそうですね、ベーシックないけどやっぱり良質な感じだよね。はい、今日4型ありますので、4型ご紹介させていただきます。はい、じゃあ4型、はい、お願いします。どれですか。まずこちらが CS1000 という CS1000 シリーズ、はい、一番スタンダードモデルですね。はい、これがね、特徴としてましては、うん、やっぱりスプリングがかなり特徴的でして、中のスプリングが特徴があるってこと。1000、はい、シリーズのこれは中身ってこと。こちらの中身どうなってるのか説明して、はい、このコイルがやっぱり特徴的でして、これね、うん、はい、これは高密度連続スプリング、高密度連続スプリングというのがこれのこと言ってるのね。はい、うん、でこの構成がまあ1本で編み上げて作りますので、あ、スプリングを1本で、そうです、一筆書きみたいになってるってこと。そうです。あ、じゃあ強いよね。なので耐久度がかなり強くなりますので。あ、そりゃそうだよね、なんか分かるよね、イメージはね。はい、なるほどなるほど。でまた空気の抜け感もかなり強いですので、うん、衛生的にもかなり保てます、ね、なるほどね。あ、ここの中を空気が通りますからということですね。そうです、だから空気がこもんなくてっていうことを言ってるんだね。はい、あとここですね。あ、これ縁にウレタンが入ってるの分かりますかね。縁っていうのはここの部分ってことでいいの。そうです、枠組みですね。こちらに歪まないってことか、歪みづらいのか。 もちろんそうでございます。これもフランスベッド独自の技術になってまして。あ、そうなんだ、なるほどね。はい、端のところまでしっかり寝心地変わりませんよっていうのと、寝返りとか打ってもね、はい、なるほどね、山なりになったりとかしないですね。そうです、あの極端に言うとかまぼこにならないような、あ、なるほど、はい、平らまで使えますので。あ、なるほどね、そういうことか。はい、あ、ちょっとやっぱりそうなの、そうなの、一筆書きだからちょっとハードめだね。そう、ハードめになります ねかなりハードめな感じ、はい、だけど上になんかウレタンが乗っかってるのかな、ちょっとふわっとするところ。そうです、ウレタンが乗っかってますので、うん、下でしっかり支えて上では体のラインをこう作ってくれるような。なるほどね。あ、また座った時と違うな。あの座った時はね、すっごい硬いなと思ったんだけど、はい、適度な感じで、はい、これはこれで気持ちいいな。気持ちいいですよね。うん、はい、気持ちいい気持ちいい。うん、でそのスプリングがいわゆるこう腰の部分が約 40%50% 占めるって言われてますので。あ、重さがね。そうです、うん、そういう部分的なへこみっていうのをなくすためにも、こうかなり密度の高いスプリングを使って落とし込むようになってる。だから何かどっかの一部分が下がっちゃったりすることが、はい、まあないですよ、少ないですよっていうことを言ってるわけね。はい、で、あの端の部分もしっかりこうなんだっけ、こう壁になってるから、はい、プロウォール仕様って言ってる。プロウォール仕様っていうの、はい、あ、なるほどね。今度は隣にあるのね、これは2000シリーズ。これ2000シリーズになります。1000と違って今度は2000。はい、あ、なるほどね。で、これが中身ってこと。中身です。あ、違うねって言ったの。わかりますかね。ダブルになってる。あ、さようございます。当たり、もちろん当たりです。ちょっと教えて、はい、何のために。これが、うん、あのマイクロダブルデッキといいまして。マイクロダブルデッキ、はい、さっきのコイルよりもかなりこうコイルの個数が増えまして、うん、かなり密度になって、密度が濃くなってるんですね。この幅がね。そうです、一個一個の幅が。ちっちゃいもんね、これね、コイルがね、はい、それがいわゆるこうマイクロコイルっていうのを。これね、はい、ダブルデッキなので2層に分けて。マイクロコイルのダブルデッキですよと。そうです、はい。あ、マイクロコイルのダブルデッキか。そうなんですよ。なるほどね。より強度と耐圧分散性が増しますので。あ、なるほど、はい、なるほど。で、このなんだっけ、プロウォール。プロウォールはそのまま使用してます。そのまま使用してるってことか、はい、
ダブルデッキにして、でちょっと詰め物も少し厚いよね。そうなんです。これがオーバートップ仕様って言って、オーバートップってのはここのこと言ってる。そうです。縁の部分ですね。あ、これね。はい。あ、これがついてんだ。はい。そうすることによってこれも同じく端に入れた時にこうサイドがこう上がってくるので、うん、際まで寝心地が変わらないモデルになってますね。あ、そういうことか。だからこの部分ですごいこう。しなやかさとか優しさを出してるってことだね。そうですね。あ、ということは見た目はそこが違うんだね。あ、1000シリーズはそういうものないもんね、はい、一つのマットレス。そうです。で、2000シリーズだとこれオーバートップ仕様ってなってるんだね、はい、あ、これはね、はい、ちょっとさっきと違ってね、スーッと下に落ちていく感じする、はい、ハードはハードめなんだけど、はい、下にこう振動が逃げていく感じがするな、さっきのように。そうですよね、はい、あ、これは気持ちいい。当たりもちょっとソフトになりますね。ソフトソフト、うん、はい、全然気持ちいい、気持ちいい。それがオーバートップの良さですね、詰め物増えた。なるほどね。あ、なるほどなるほど、わかりました。これで1000で、これが2000、はい、次は3000、次は4000。4000なんだ、はい、表面上が違うね。そうなんですよ。なんかもう見た感じからラグジュアリーだね、これは。ラグジュアリーですよね。これは中身のなんか説明はあるんですか？ございますので、はいはいはい、これが4000の中身、はい、わー、これまたすごい、またすごい、これ違う、これ30じゃん。そう、もうトリプルデッキっていうのがやっぱり特徴ですね。トリプルデッキだったら3000でいいじゃん。そうですよね。そうなんです、うん、私わからないです。言ったぞ。言った、私そういうあの役目ないんです。あ、役目ないじゃん。はい、俺もないんです。ないですか。あとこれ4000で、はい、トリプルデッキになってる。これトリプルデッキになってます。ってのね、はい、ということはいいのね。マイクロコイル、コイルが合ってるのね。2段合ってます。マイクロコイルが2段2段プラス、違うのか、ウレタンを挟んでマイクロコイル、コイルを同じコイルね。はい、同じコイル。ダブルデッキにして1回ウレタンを挟んどいて、もう1回マイクロコイルが入ってる。はいはい、贅沢な使い方ですね。まあ、でこういうことにすることによった、はい、その長所は何なんですか？長所はやっぱりこのクッション性がやっぱり増しますので、うん、より柔らかさも出ます。フィット感が出ます。あ、フィット感が出るの、はい、これがイギリスの羊毛を、あ、今度羊毛が通常の5倍がこれ入ってますので、より体ので羊毛が入ってるんだ。はい、当たりの優しさを感じる。吸湿発散性とかにもすごい。もちろんございます、はい、復元力も、吸湿発散性と復元力もあります。なるほどね、はい、あ、これはこれはふっくらだ。これお餅だ。お餅ですね。お餅、お餅。あー、これ疲労が取れるやつだ。はい、でソフトでも、うん、やっぱりしっかり下のコイルがしっかりしてるので、うん、その落ち込みは感じないと思うんですよ。感じない感じない。これ生地もいいね。はい、これダブルニット生地を使ってまして。あ、ダブルニット生地っていうのはすごいもんね、はい、手触りがね。はい、除菌の、あの効果もついてますので。あ、そういうのもやってる。いや、イタリアで作成だな。はい、ね、こう、あ、もう気持ちいいわ。とっても気持ちいい。で、これが1000、2000と来て、これが、まあ、4000だよ。はい、で、もう一つ、もう一つ最上位か、5000。違います。6000。6000です。6000か、はい、じゃあその6000、はい、これ6000。6000です。あ、これもうゴージャスじゃないですか。6000の中身も見せてよ。最上位モデルだよね。モデルです。あ、なるほどね。コイルは変わらない。マイクロコイルのダブルデッキでしょ。で、間にウレタンを挟んで、はい、マイクロコイルデッキが入ってるから、はい、ここでさっきの4000と一緒だよな。そうです。トリプルデッキっていうのは変わらないです。あ、変わらないね、はい、で、イギリスの羊毛が入っても変わらない、ね、はいはい、で、ウレタンの詰め物が増えたっていうプラス、うん、ここの部分、ね、この部分、あ、これは熱、はい、いもんね、はい、うんうん、それプラス先ほどはプロウォール仕様っていうのが下段にしか入ってなかったんですね。ここ、はい、ダブルデッキのとこしかこのプロウォールって言って何、あの歪みとか歪みが少ないものが入ったんだけど、はい、これ上にも入る。6000は上にもプロウォール仕様があります。なるほどね、はい、より寝心地と耐久度がさらに上がった。なるほど。ということはもうあの持ってる技術の全部入れちゃったってこと。そうです。生地の色 もちょっとかっこいいね。かっこいいですね、もう見た目がもう。じゃあちょっと触らせて。これなかなか登るのが大変だけど、これはしごは販売してるわけじゃない。はしごはないです。ないの。結構高いよこれ。あ、はい、もうちょっとやっぱ4000もいいなと思ったけど、これは究極だな。究極ですよね、うん、究極本当に、はい、あー、これ気持ちいいな、はい、下から押し上げられる感じ。クッとこう押し上げられるような形なので、あ、はい、気持ちいい。ちょっと横になってみてもいい。そう、ぜひ横になっていただくと、ほら、まな板にさ、包丁が立つような形になるじゃない、はい、だからあんまりこうさ、硬すぎるとさ、はい、腕がしびれちゃうじゃないですか。そうなんですよ。足しびれてるなんてことは結構あるよね。ありますね。これも全然ないわ。なんで肩が入り込むので、背中の背骨のラインが横になっても変わらない。気持ちいいのな、そういうことなんだ、はい、でも枕ももういらないね、これ本当に。低い枕で大丈夫なんです、うん、ね、はい、これは気持ちいいな、究極だな。でこれってやっぱりこれだけいいマットレスをお部屋に入れたいですよって言われても、うん、なかなかお部屋のサイズとか間取りで入らないですよっていうのがよくあるんですけども、うん、この究極のこのモデルはですね、うん、
上のトップマットレスが外すことができるので、ここの部分ってこと？そうなんです、ここの部分が外せるんです。そういうことか。一応下はこのボトムですけれども、こういう厚いマットレスがこのままっていうのが多いよね。そうなんです。はい、でこれ1枚っていうのが多くて、まあ、搬入ができないっていうケースが稀にありますけども、これはこう外すことができるので、くっつけるんだ。そうです。なんで、なので搬入にも問題ないけど、 なるほどね、どのご自宅でも最高級で、ね、でね、ちなみにね、これ、はい、1000、2000、4000、6000だったっけ、はい、でこれは大きさはどういうサイズなの？大きさはシングルからグリーンまでございます。え、全部どのものもあるわけ？あります。あ、なるほどね、はい、あれなんでわーって光がついてるの？あれは間接照明で。どこについてるの？あれは裏側に。え、このあのフレーム自体に照明がついてる。そうです。後ろにこの裏に LED ライトが入ってますので、なんか床に置いてるんじゃなくてこれ自体が光るのね。そうなんです。あとコンセントも一応。あ、コンセントもついてるから、はい、まあいろんなことできるんだ。はい。ダブルになると左右に2口ついてきますので。なるほどね。洒、は、落、い、てんな。お部屋の中をホテルライクに、ホテルライク感じだな。はい、今日はですね、新しくお目見えしたこのスランバーランドのベッドをですね、福島さんと一緒にご紹介させていただきました。はい、なかなかね、お場所を運びづらいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、はい、どういうふうな手段があるんですか？LINE でも。LINE とか。はい。Zoom。Zoom。もちろんお電話でも。お電話でも、はい、ということですね、今後もですね、有益な情報をしっかり、お伝えしていきたいというふうに思います。お聞きいただいた方はですね、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。はい、リクエストがございましたら、ぜひコメント欄にご記入をよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。